セルフですけど、よろしくお願いします。友達の結婚式の時にですね、作ったウェディングソングとなってます。ラブストーリーという曲です。今日は本当にありがとうございます。
音楽をこうやって、まあ、ちっちゃい時から、まあ、さっきも紹介してもらったんですけど、本当に歌うのが大好きで、4歳の時に歌手っていう歌うことを仕事にできるっていうのを知った時から、私はあこれしかないと思って、ずっとプロを目指してというか歌手になるために、頑張っているんですが、やっぱりそうなってくるとね、本当にたくさんの出会いがあって、さっき紹介にもあったんですけど、私のこのトラックを作ってくれてますリスキー、はい、その、ね、出会いの一つですね、はい、ではリスキーが曲を作ってくれてます。ぜひぜひチェックしておいてください。いつもライブの最後に歌わせてもらう曲なんですけれども、皆さんにとってのホームって何ですかね。いろいろ、家族とか友達とかあると思うんですけど、それは私にとっても、家族がホームであって、友達、会社の仲間とか、もちろんこのスタラブライブに集まってくれた皆さんも私にとってはホームですし、音楽も私にとっては一番のホームとなってます。音楽を歌う、まあ、音楽をというか曲を歌う上で、一番やっぱり伝えたいのが本当に感謝の気持ちで、私は結構普段こう、なんていうんですかね、素直になれないタイプで、こう歌を歌ってる時だけ一番素直になれる場所だなと思って書いたのが最後のホームっていう曲なんですけど、まあ、普段素直になれない心を音楽を通して皆さんに伝えられて、伝えていけたらいいなと思って、日々歌っています。最後の曲になるんですが、今日はまだまだこれからいろんなアーティストさん、素敵なアーティストさんたくさん出ますので、最後まで一緒に楽しんでいていただければと思います。今日はありがとうございました。最後に聴いてください。ホーム。Thank you.
ありがとう。